風もね、ずっと吹いてないし。やばいんだけど。エバーブルー、しかもカスタムしてて、なんか 95%。 やば。今日すごくないですか、カオル組んでるし。初当たりは引けんのよ。早いのよ初当たりは。あ、ダメか。でもしょぼすぎますよね。当たってんだけど全然やれてない。あら、マリカ、シンジも熱い。え、待って。お、いいよいいよいいよ。希望希望希望でお願いします。え、待って、起きるから戻ってきて1回転目。あの、新規入賞なんで先読みチャンスにはしてるんですけど、先読みとかはなかったっすね。来い、希望で、希望の方が熱い。頼む。ロンギヌスじゃない。あ、ロンギヌスか。まあまあまあ、うーん、どうだろう。まあでも、まあ大チャンスなのには変わりはないんですが、ロンギヌスで 50% 近く。あ、シンジ行きましたね。2、もっともっともっと、3。あ、ロング、ロング、ロング、もう一回もう一回もう一回。ああ、ショートか。で、保留が緑。先読みチャンスにすると保留も本当に当該でも変わらないんで、当該で変わってるだけでも結構今のところ私はチャンスだと思ってますね。さあ、ちょっとエアー来ないかな。パリ作戦、チャンスアップ欲しい。ちょうど追加投資したところですね。もう出玉がなくなってしまって。イルミ赤、イルミ赤。白。大丈夫かな。エアーないです今のところ。ボタンか、怖いな。いきます。やっぱダメですか。復活は、復活はいない。カオル君いない。あー、ダメだ。何だったんでしょうか。私を忘れませんよ、あの初号機。しつこい。もう私初号機の信頼度はすごいんで、すごい信頼してます。いや、もう暑すぎる、やばいやばい。これ大丈夫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 。いや、いやいや、え、大丈夫大丈夫。復活でしょ、復活でしょ。これはやばい。今日本当に満足するまで言います。満足する、手玉を獲得するまで言います。あれ外してからもう本当にひどい目に遭ってますね。あの後ST 中当たることなく、まあでもただね、まだ投資が全然いってないんでね、ただ全然プラス余裕で目指せるんで頑張ります。わ、すごいハマってる。わ、なんかハマってる台ばっかり入った。これ打ってみます。はい、同じ新エヴァレイバージョンで、大移動をしてきました。なんとか少しでもいい台で連チャンしたいと思います。さあ、ちょっと後半さまよっております。3台目いきます。 4台目です。今日初めてのシンプルモードに変えてみました。シンプルモード自体が私だいぶ久しぶりにやってみたいと思います。逆にシンプルでほぼ打ったことないと思うんですよ。カスタムも、先読みはおすすめにしました。あとは同じです。エアーとレバブルだけつけてます。お、やばい、待って、私レバブルアップしてたっけ。レバブルアップてか、シンプルモードって常に 99% ぐらいあるんですよ。で、レバブルアップすることによって占有率が7割に大幅にアップ
まあ、つまりレバブルが体感しやすくなるってだけなんですけど、シンプルってめちゃくちゃレバブル熱いから、もう告知みたいなもんですよね。 99% だったら、いただいたんじゃないかなと思っているんですが、が金2、3、お、ロングロング、あ、9点牌、え、外れないよね、まさか当たると思ってるんだけど当たると思って見てるんですけど、そういえば私シンプルモードで当たったことないんですよね。あ、こっち、こっち行くの、じゃあ金カットインとか出て当たっちゃうパターンじゃないですか、もしかして。ほら、これいけるパターンです。いやー、マレバブルアワーあります、いただきました、ありがとうございます。いや、嬉しい。今回のあの新エヴァってこういうところあるんですよね。これ一見いつも外れる弱いリーチでも金カットインがあれば全然この各辺図柄で当たるっていう、よかった。1万8000円ですね、相当しありました。341回転、よし頑張るぞ、今度こそ本当に本当にお願いします。初ボレンで終わりませんように。わー、出たー、出ました、やっとやっと次回予告出てくれた。もう今みたいな感じでもう保留変わってなくても出るんですよ、最高です、ありがとうございます、よかった。またスルーしたらどうしようかと思った、もう104回回してるんでね、よかった。ここはあ、レバーなんだよ、ちょっと弱いなと思ったけど、結局レバーあればもうかなり熱いですから、よかったです。久々に右打ちで当たった、嬉しい。うえい、やった、早いです、嬉しい、やった、サービスサービスです、何でももう当たり濃厚なんでね、ありがとうございます。いや、嬉しいよ、これでまたミッションポイントゲットですね。お、赤保留、熱すぎる、熱すぎる、これは、あ、ありがとうございますあ、前半で当たってくれてます、嬉しい。お、緑保留、予告来い、予告予告予告が来ない、熱い熱い、ちょっと待って、あ、これもらったんじゃないか、決戦、決戦自体はね結構外すんですけど、今あれ、あ、今まだ前半か、頼む、ダメか、ダメなのか、後半かと思った、まだ前半か、え、復活なし、なしか、あ、ギリギリまだ前半だった、うわー、ショック、赤ボタン当てたかったな、ちょっとショックですね、ちょっとショック、あ、初号機に比べたら全然ね、今日ずっと言ってますからね、あの、ここまでかパッとしないんだよね、パッとしないです、嬉しいけどね、嬉しいんだけどさ、もうちょっと行きたかったな、いや、ちょっとだけマイナスかな、玉だけで言うとちょっとだけマイナスなんですけど、ミッションポイント分があるんで、ちょっともしかしたら若干プラスになってなってるかもしれないですね、ただすぐマイナスになっちゃうんで、もうちょっとあと2連ぐらいできたらもっと最高だったんですけどね、せめてね、まだ時間はあるんで頑張ります、
最後もう時間がね1時間もないんですけど、最後にカオルくんのカスタムを入れてみました。これが光ったらもう最高ですね。時間内にこれが光ってくれたらだいぶプラスは見えるんじゃないかなと思います。おっと、先読みチャンスにしてますよ。カオルくん、カオルくん光ってくれ。レバブルも来たら嬉しいんだけどな。何？緑か。頼む、決めてくれ。これ本当にお願い。あー来た。しかもシンジの赤、赤だよ。めちゃくちゃ熱い。シンジ？シンジ？あーシンジまで行かないか。やばい、ロング、ロング。でもマリのロングは大当たり濃厚じゃないんだよな。ちょっと光んないと当たんないってことですよね。だって9点敗だからそもそも。え、でも相当熱いぞ。あ、ブンダーこれね、いいですね。熱い、この館内発信め熱いから、さすが。どうした、やりました。嬉しい。私の好きな角度ね、あの斜め、斜めね。いや嬉しいわ。あ、赤イルミすごい、いろいろ絡んでる。いやいやいや、暑すぎる。やっぱ通常時ノーマルが好きだな今回のエヴァは。いきます。いや本当にありがたい。もう残り30分切ってたんでよかったです。一箱半ぐらい使いましたね。347回転目抜け後、まあ、通常時の確率でいうと200回って回してないんで、今回319結構いけてますね。ありがたいよ、嬉しいよ。今度こそ、今度こそいい感じに5連以上したいですね。5連以上レバブルと次回予告入れてみます。これは前半ですよね、まだね。前半だと本当に濃厚なはず。1000か、大丈夫だと思います。あ、どうした。いや嬉しい、最高です。嬉しいです、最高です。奇数転敗だけどどうだろう。うわ初号機だ、ちょっと頼むよ初号機。初号機やってくれるよね、やってくれるよね。ボタンだけどやれるよね初号機だったら。ちょっとえ、来いカオルくん、カオルくん、カオルくん。ダメだ、初号機今日は私がカオル寄りだからかな。やっぱりシンジ君どっちかというとじゃない、もう圧勝でカオル君なのよ、ね、だからかもしれないです。来い、よし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 、いいよ。500500500500。いけ、頼む、ここでゼロになってくれ。なんないか、ここではなんない。来い、頼むよ、頑張れ。いない。でも殲滅チャンス好きなんです、好き。びっくりした。最高。
もう本当に楽しいです。もういや嬉しい。あ、初号機やるんだね。これやれる初号機だもんね。だってね、もうサービスサービスって出ちゃってるから。いけます。あ、何にも出ないパターンね。何にも出ないパターンです。あ、気持ちいい。いいね、刺さるの。いいね、見てるだけ最高。うわー、レバブル来ました。カスタムしてるんで。してるよね。うん、カスタムしてると大当たり濃厚ですね。してないと 95% だったと思います。だから大丈夫。おー、刺さった。あ、レインボーレインボーレインボー、赤か。いや嬉しい。おー、来ました、大当たり濃厚。このランクアップね、めっちゃ好きなんですよね。いや嬉しい、豪華ありました。順調でございます。ちょっと久しぶりにレイちゃんでやってみますね。すごい久しぶり。うっ、取れてました。あ、よかったよかった。さあ、ウカ予告出ました。嬉しい。よしよし、いいよ。あれ、これで5回目かな、目標の。とりあえずは、うわ、ちょっと遠っ。レイちゃんにすると結構その、なんだろう、先読みが起きない分。どうなんだろう、まだ私そんなにレイちゃんで今回やってないですけど、すごいレバブル絡むな。関係ないのかな、さっきそんなに絡まなかったんだよな、カスタムしてても。でレバブルと次回予告が結構一緒に来る。さっきもそうだったんですけど。おっ、ただ一瞬の、むちゃくちゃ一瞬なんですよね、この時のカオル君。嬉しい。いやもう最高ですよ。もうプラスですね。プラスだし、結構ミッションポイントもね、重ねてますよ。これ6回目です。飛ぶかー、飛ぶかー。でも6連しました。もう私5連が目標だったんで、もうめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということで連チャン終わって実戦の方も終了となりまして、今回結局初当たりも結構引けて、なんだかんだで最後目標5連っていう、まあ、結構低めの設定ではあるんですけど、それすらもできなかったんで、それを超えた6連できて、私はもう本当に今日はもう大満足でございます。ミッションポイントの方も獲得できたので、その辺の、トータルで定まの方もね、この後計算してエンディングで発表したいと思います。お疲れ様でした。実戦終了しました。楽しかった。いや最後もう一回やれたらラッキーだなと思って、もうちょっと半分なんかやけくその気持ちで、あのカオル君のヌカスタムしたんですよ。これがね、光ったらもう今日はプラス定まだみたいな気持ちで、あの始めて、あの残り時間が1時間来てたので、結構な、まあ、あの賭けというか、まずは残り1時間以内に当てるプラス確変を引き当てなきゃいけなかったんで、割と簡単では ない状況だったんですけどね、カオル君光ってくれてね。しかもその後6連ちゃんとしっかりとまとまった、出玉も出てくれて、そこでのミッションポイントも稼げたので、大変本当に満足してウキウキで
帰りたいと思います。はい、実戦始まる前はもうすっごい晴れててポッカポカだったんですけど、今すっごい天気悪いんですよね。なんか終わったらもう雨だし寒いし、今日調子に乗って、今日暖かいと思って上着着てこなくて調子に乗ってきたんですけど、それでも暖かいポカポカで帰ります私は。ということで、投資が18,000円、出玉が9461個ということで、私の個人的な定まとしては、プラス4961玉です。でさらにミッションがですね、まずは、2500払い出しが2回と、あとは7800もらったので最後になんで3000ポイントもプラスして合計5000ポイントもあります。そうすると9961タワーになります。ちょっと惜しいけど1万発来たかったけど、1万発弱の約もう2倍以上に跳ね上がってくれたので最高ですね。はい、ありがとうございます。なので今回と、今までのやつ合わせると、トータルサダマの方がプラス約16,000〜17,000ぐらいにはなるんじゃないかなと思ってます。だからだいぶ目標のプラス3万発に届きそうな、頑張れば残り2回あるんで結構近づいたんじゃないかなと思います。いや本当に新エヴァ大好きですね。もう一押しの大好きな機種です。もうこれからも、打ち込んで、まだ何でしょう、見てない演出とか覚えてない信頼度とかも結構細かく法則も多いんでね、特に ST 中はその辺もねちょっと覚えながら、打ち込んでこれからも打っていきたいと思います。ということで残り2回でプラス3万発達成するのかどうかも最後まで見ていただけたらと思います。ということで今回はこの辺で、さよなら。